はい、こんにちは。都市科で医科学修士のタクです。いつも動画を見ていただき、ありがとうございます。えー、今日もね、えー、医薬品、製薬会社の人を見てる、はてな、ということで、ちょっとやっていきます。えー、よろしくお願いします。まあね、僕ね、一応まあ、医科学修士なんでね、えー、まあ、医療、医学、あと、まあ、幅広く知ってるんだけど、まあ、その中でね、前回からね、ちょっとね、 あの医薬品製薬会社の人のこの営業これ大変だよねっていう話をちょっとしてたんですけどまあ本当にこの人たち本当に大変ですよねまああの特にね小さい会社とかになるともうこれあの飛び込み営業なんですよ飛び込み営業ねあの飛び込みでね営業するっていうでまあ仕事終わったらね仕事終わった後にねあの 病院の前とか研究棟とかいろんなところで立ってるっていうねあのまあすごくねあの大変な仕事だと思いますまあそれでねまあちょっと前回動画にしたんだけどちょっとねまあ高評価と低評価がちょうど半分半分ぐらいで今のところね、うん、まあねちょっと様子を見ながら行こうと思いますまた何か面白いことあったら言おうかなと思ってたんですけどあの MR とかのね 人たたち医療スタッフと戦略結婚したらダメだよはいえー、まあそういうことで今日はちょっとなんか違う話をしたいんだけどなんか聞きたい話とかあるないよね。MR の人ってほんと大変だよね。あれねあのなんかねおっきい会社の人はねあのコメントしてくれるんだけどあのコメントしてくれた方はねおそらくねかなり大きい会社ですね。 あのだいたいアポイントね、取れてるってスあの、スポンサーみたいになってるところの、まあ、医薬品製薬会社とかね、そういうところなわけであって、普通ね、あの、小さいところとかは、そんなアポも何も、そもそもない、ないですからね。あの、アポもなんもない飛び込み営業ってやつですね、を、まあ、やってるのが、まあ、実態でしょう。まあね、結構ね、あのー、それがね、難しいんですよ。 あの結構飛び込み営業されてる方非常に多いからそのなんだろうコメント書いてくれてる人は確かにそのある会社元 MR としての立場なんだけど、まあ、いろんなところを見てると第三者的にねあの別にそうじゃないよなってそれはまあそこの会社がそうだっただけだじゃないのみたいなことがまあね結構あるわけで、まあ、そういうところ面白いですよねうんまあねできる MR まあ MR というか、その、MR だけだったら、もうアポイント取ってると思うんで、そのね、医薬品とかね、あの製薬会社、まあ、その、何か営業する人たちね、MR ってね、営業なのかね、ちょっと微妙なとこなんですよね。あの、MR、確かにね、営業なのかもしれないけど、ただ、その、大きなところだったら、確かにアポイント取ってるんで、その、微妙なんですよ。僕のそのそ 言ってるのを厳密にするとそういうことです。大きいところは確かに、ね、アポイント取ってるんだけど小さいところはねあの、そんな別にアポイントなんか取ってないですよ。あの定期的にその自分が時間ある時とかに、ね、立ってたりするだけで。あとねその あのなんかそこの,そこの例えば病院大学病院とか研究棟とかいろんなとこあると思うんだけどそういうとこと仕事してる人はこれもちろんあの中に入ってあの話したりとかあとるわけでアポイントももちろん取ってるわけなんですよだからそれ以外の人たちのね話をしてますでえー、本当に大変ですよねって思いながらね、うん、思ってます で、あの、今日はね、その、できる MR、MR だけじゃない、ごめんね、あの、MR って僕、一言も言ってないんだけど、もっと MR の人からコメントくれたから、えー、できる人、できる、この、医薬品製薬会社の人って、あの、特に飛び込み営業してる方ね、えー、どうしてるかっていうとね、こういう人たちはね、あの、すごくね、あの、本当に周りを見てるんですよ。周りっていうのは、あの、なんだろう、その、 先生のスケジュールとか、まあ、スケジュールって本当はねあの公開されてないからあの知らないんだけどただそのあるじゃないですかえー、いつ病院に行ってとかいつ研究棟にいてとかいつどこどこに行ってとか、えー、そういうのを自分でこうね、あのー、なんだろう学んだりとかあとねその同業他社とのこのコミュニケーションこれをねすごく取る人なんですよ。 あの結構ねたまにいるんですよあの医薬品製薬会社の人関係であの同業他社とねコミュニケーションを取る人この男性はねすごくコミュニケーション能力高いですねえなんで同業他社と取るのって言ったらおかしいじゃんってかおも思われるかもしれないんだけど、えー、あの同業他社の人とねコミュニケーションを取ることでね得られる情報ってある,あるらしくて、まあ、そういう人たちと何かねコミュニケーションを取ってあのいろいろこう情報を得てねあのこう そのコミュニケーションの高い人はそうやってやってるんですけどそれもやっぱまあ仕事なわけだからねあのいろんなところで情報を得たりとか、まあ、してしながらあの、まあ、売り込みというかね営業していくっていうスタイルがまあ結構多いんじゃないかなと思います、うん、だって大手企業ばっかりじゃないじゃないですかそれはあのはっきり言って 超大手もありますけどそんな大手より小さいところの方が多いんだからあの従業員が超少ないようなあの会社とか卸売とかその他諸々その関連企業の方が多いわけでそんな大手なんかほんのほんの一部の氷山の,氷山のちょっと上のちょこっとしたところで下のこの氷の部分は大体小さい会社なんであのまあそのそういう風になりますね でまあ、そのあのこういうね関係の人って病院とか、まあ、どこでもいいんだけど誰に聞くかって言ったらこれね看護師に聞かないんですよあの僕ねあの営業マンと昔話したことあるんだけどあのまあね営業マンなんでね僕たちに声かけるかって言ったらね先生の動きとかね先生のことを知りたいんですよまあ僕はねその話を売ったりしないんだけどあの売,売るっていうのはそのね あのうん、誰々先生がどうでこうでとかね、えー、どこで何してるとかそんなこと一言も言わないんだけど言わないし僕は全く言わないんだけどあのその営業マンの人たちっていうのはそういう、ね、情報をねすごく知りたがってるんですよで、えー、昔ね営業マンの人が言ってたんだけどあの僕たちねあの看護師に聞かないって言うんですよえなんでって聞いたらいや看護師はねあの あの基本的にそのなんだろう先生、えー、そのなんだろう女性だしその先生の動きをね知らないってもちろんそのねあの特定の科の特定のってなると知ってるかもしれないんだけどあの基本的に看護師って病棟の中にいるし、えー、外に出てくることってほとんどないんですよだからほとんどなんだろう会うこともないから特定の科の特定の看護師とかにならないと ダメでそういうのを捕まえるのも難しいしあと看護師はその幅広く知らないっていうんですよその自分のつまりやってる医療行為とかそこだけしか知らないわけでその <laughs> なんだろう幅広くいろいろ知らないからあの看護師には話あの聞かないっていうことをまあ昔 MR, MR かなんか僕まあ、その職種は何か知らないんだけど営業のね人があの言ってましたねなのでまあそのなんだろう 営業マンとしてやっぱりねそのコミュニケーション能力が高いっていことがねやっぱ必要になってくると思います。あとその、ま、さっき言った周りの空気をちゃんと読みながらやる他がどういう動きしてるかとかねあのー、あとあのあとまあそれなりにそのなんだろう知ってそうな人に聞くとかねこれ知ってそうな人を見つけるっていうのもなかなかそれは能力いるんですよ。あのー、能力いるわけで だってどこのかの誰かとか分かんないわけだからね、えー、知ってる人を探すっていうのもまあ大変なんだけどまああのあれなんですよね結構ねええー、情報を集めようとね、えー、頑張ってるのがまあ営業マンだろうと、まあ、僕は思ってますねなのでまあこれがねまた面白いんですよけどね、うん、面白いっていうか第三者から見たらすごい大変なんだけどね まあちょっとね、この医薬品製薬会社、まあ、関係のね、人見てるってこと前提でね、ちょっと言わせて笑ってるんだけど、うん。まあ何か参考になればと思います。僕のチャンネル登録していただいて、あの、もしね、いいねが増えたら、またね、えー、次回なんか、次回っていうかこれからもなんか新しい話しようかなと思ってます。まあ、 チャンネル登録増えていいねがね、増えたら何かしようかなと思ってるんだけど、なかったらまあやめようかなと思ってます。えー、もし何か聞きたいことがあったら書いてもらえれば、まあ、答えれる範囲内で答えたいかなと思います。